改めまして皆さんおはようございます。イエスのもたらした変革シリーズ89回目、ピラトの裁判2回目ということでお話をします。前回はヘロデの裁判だったんですね。その前がピラトの1回目だったんですね。で今日は、ピラトの、まあ、後半の部分ですね、話していきたいと思います。はい。で、最初に私の高校時代の証から入りますけれども、当時ですね、私は東京の荻窪栄光教会というところに行っていまして、高校3年生の時に学生課のキャンプに参加したんだよね。本当は大学生対象なんだけど、ちょっと特別に入れてもらったんです。それが清里で行われたんですよね。すぐこの近くの北斗市内なんですけど、清里の、まあ、ペンションでねやったんですけど、その時の、まあ、写真がこれで、まあ、私のねこの初々しい姿が これだよ。これですね。これ私ですよ。分かんなかった、ね、こんなに好青年だとは思わなかった。この人は私のお姉さんですけどね。あ、はい、びっくりした。はい。でね、純粋な少年でしたよ。少年青年で、ペンションでね、まあ、こんな感じでね、みんなで、聖書を勉強しながら、まあ、楽しんでいたわけですね。で当時の講師の先生が教会の副牧師であった小岩雄一先生というね、本当素晴らしい先生で、実はね、まあ、今横浜で牧会してらっしゃるんだけど、昔から統一教会の働きなんかをしていて、救出の働きね。実はね、最近私たちがお世話になっているウト先生と一緒にカルトのセミナーとかをねやってらっしゃるということを最近知って、とても懐かしく思ってるんですけれども、まあ、当時はですね、荻窪栄光教会、統一教会のその救出者が結構いて、学生課も、何人かね、そういうメンバーがいたんですね。で一方で、学生課のまあ半分以上は教会育ちで育ってきた、まあ、クリスチャンのメンバーだったんです。その2つが混合しているようなグループだったんです。で、もちろん私はその幼い頃から教会に行っている方の、人間で、私たちのサイドから見ると、途中でガラッと人生が変えられて救われて来た人たちは熱い、なんかこう、情熱をこうすごい感じる神様への。で教会育ちっていうのは、まあ、神様は信じてるんだけど、まあ、それがちょっと当たり前っていうか、特別感がないっていうね。で、そんな私たちに小岩先生が一つのセッションの中でね、こういう話したんですね。教会育ちのクリスチャンたちは劇的体験願望症候群ですねって言ったのね。ガラッと人生変えられて神様信じるような、そんな体験したいなと、あの人たちいいなっていうね、そういうのがありますよねって、そうなんですよみたいな。で小岩先生がねこう言ったんですね。劇的体験は別に必要ないんですよ。日々聖書を読んで、そこに書いてあることに、ああ本当にアーメンだな、その通りだなって思えればそれでいいんですよって言ったんですね。でそれが当時の私には驚きで、っていうのは、まあ、その途中で来た人たちと比べて自分には何か欠けてるんじゃないかっていう、そういうね、僕の信仰これでいいのかな、神様を本当これで信じてるのかなっていう、そういうなんか、なんていうのかな、不安を抱えていたので、それでいいんですよと言われて、すごく救われる思いをした、そんな経験がありました。まあでもなんとなくこう羨ましさが完全になくなったわけでもなくて、その後で私は大学生になるんですけど、キャンパスクルセイドというですね、学生伝道 のサークルに入って、まあ、伝道活動をやってたんですね。で3年生の時に、このさっきちらっと見ましたけど、ミッションバラバというヤクザから、クリスチャンになった人たちのグループね、アーサー・ホーランド先生率いるこの親分はイエス様っていうこのね、スローガンで全国を回ってたんですね。彼らを、まあ、招いて大学に、講演会をやったんですね。で大学で一番大きな400人入るコードがいっぱいになって、もうそんなね、クリスチャンじゃない人がそんなに集まる集会やったことなかったんだね。これすげーということで、まあ、やっぱりこのヤクザからクリスチャンとか、これ相当インパクトあるなと、ね、なんか伝道のためのすっごい武器を自分でいつも持ってるみたいな感じじゃん。俺こんなに人生変わったって言ったら、え、何何って誰でも聞きたくなる。それすごい得だよなみたいな。
クリスチャンになる前にとことん堕落してた方がもしかしていいのみたいな、なそんな感じをねしないではなかった。もちろんそういうパターンを神様はあがなって主のご栄光のためにお持ちになりますよね。けれども小岩先生言ったように必ずしもそうである必要はない。重要なことはどのようなパターンでクリスチャンになったとしてもね、あなたがたとえヤクザ上がりであったとしてもそうでなかったとしてもカルト上がりであったとしてもそうでなかったとしても放蕩息子であったとしてもお兄さんの方であったとしても、皆元バラバなのですという。バラバというのは今日の話に出てくる死刑囚のことですけどね、ということを話していきたいんですが、今日の話の、ポイント、ね、結論はこれです。思い出そう、囚人だったことを、そして今は自由の身であることを、ね、全てのクリスチャンが元囚人、そして全てのクリスチャンが今は自由の身です。でこのギャップの認識がクリスチャンとしての喜びとかあの原動力とか使命感にねつながってくるわけですね。両方の要素が必要で、どっちが足りなくても弱くなっちゃうんです。で幼い頃からの信仰者だと、まあ、囚人時代ってなんかよくピンとこないなって思うかもしれないんですけど、イエス様がいなかったら私の人生どうなってたんだろうっていう、そんなイメージを持ってこの話を聞いていただければいいかなと思うんですね。重要なことは他人が聞いてどれくらいドラマチックな証を持っているかということではないんですね。あなたがどれくらいこの自分の中でこのギャップにどれぐらい気づいているかが重要なんです。でこれに気づいていれば、それはおのずとあなたの生き方のいろいろなところににじみ出てくるはずなんですね。はい、そんなことを話していきたいと思います。さあ今日はマタイの福音書27章を、扱っていきますけれども、さて文脈はイエス様が十字架にかかるその夜がもうずっと続いておりまして、はい、流れはこうですね。イエス様がゲッセマネの園で逮捕されました。そして大祭司の官邸に連れて行かれて、そこで、まあ、宗教裁判を受け、お前は神の子かと聞かれ、その通りと答えたところ、神への冒涜だということで死刑ということになると。これが宗教裁判死刑のその理由は冒涜罪です。しかしながら当時のユダヤ人は、まあ、ローマ帝国に支配されていたので、誰かを死刑にする権限がない。なのでイエス様を殺したければ、ローマ帝国の権威であるこのローマ総督の、ピラトという人のところに連れて行って、訴因を変えてこの人は反逆を企てているローマ帝国にという反逆罪という訴因に変えて、まあ、死刑を求刑すると。で、それを受けてピラトは、まあ、この裁判の前半ではね、まあ、ピラトに対してイエス様が私の国はこの世のものではないとおっしゃって、要するにカイザル、ローマ皇帝に対する、反逆の意思など全くないということを示されて、ピラトもなるほどそうか、こいつは全然危険分子じゃないということを理解して、ユダヤ人たちにこの人はローマ法的には無罪だというふうに言うのだけれども、それで納得するユダヤ人たちではない、そこで、ピラトはこのイエス様が出身しイエス様の出身地のガリラヤというところの国主ヘロデという人のところにイエス様を送る。でそこでヘロデは奇跡が見たいと思っていたけど、イエス様は何もしない、なんだこいつと思って不機嫌になって侮辱して送り返す。でもだからといって有罪になるわけではない、なので無罪のまま送り返す。そのイエス様をピラトは受け取って今日の、裁判の後半に入っていくというそういう流れでありますね。それを経てイエス様は十字架に最後おかかりになるという流れであります。はい、ということで、まあ、主にマタイの福音書の記事を見ていきますが、それ以外の福音書、特にですねヨハネの福音書からも少し引用しつつこの場面を味わっていきたいと思います、ね。はい、ということでマタイの、27章15節から読んでいきます。15節、ところで総督は祭りのたびに
群衆のため彼らが望む囚人を一人釈放することにしていたとありますね。さあ、祭りとは杉越の祭り、すなわち、イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から神様によって解放されたことを記念する祭り、すなわちナショナリズムが最高潮に達する時ということは、ローマ帝国に支配されているということがもう屈辱でしょうがないという、そういう気持ちが高まるということは暴動が起きやすいということで、そういう彼らの感情をなだめるために、まあ、彼らの要望に応じてユダヤ人の囚人を、まあ、一人釈放してやろうというのを習わしにしていたということですね。はい、16節。その頃バラバイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。さあ、これは新改訳2017版ですね、これね。他の訳にはバラバイエスって書いてないと思います。バラバって書いてると思いますね。で、2017版の注釈にも、まあ、イエスって書いてないのもあるっていう、写本で、遺本でありますっていう、そういうふうに書いてるんですけど、まあ、歴史学的にもこのバラバという人の本名がイエス、つまりイエス様と同じ名前、ヘブル語ではイエシュアですね。当時一般的な名前です。同じ名前だったということが分かってます。バラバというのは名前ではなくてニックネーム、タイトルですね。その意味は後で説明します。はい、なのでイエス様と同じ名前の人が出てきたと、ね、17節。あ、すいません。で、ルカの福音書を見るとこのバラバは都で起こった暴動と人殺しの角で投獄されていたというふうに、ね、書いてますね。つまり彼こそローマへの反逆者だったんですね。はい、17節。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともキリストと呼ばれているイエスかって言うんですね。バラバイエスとイエス様が、つまりバラバと呼ばれているイエスなのか、キリストと呼ばれているイエスなのか、どっちかっていうね、いうふうに聞いてる。ここで、バラバとイエス様が天秤にかけられているということが重要なポイントですね。はい、すみません。で、18節も、ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであると、ね、もう全部お見通しでありました。イエスが無実であることもはっきり分かっている。19節。ピラトが裁判の席に着いているときに、彼の妻が彼のもとに人を使わしていた。あの正しい人と関わらないでください。あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。これちょっと前のメッセージでもね、ここを少し触れたんですけど、非常に興味深い一言ですね、これね。何らかの形で神様が妻を通してメッセージを送ってるっていうね、妻の言うことは聞いた方がいいですね、本当に。はい、20節ね。ね、ちょっと先の方にね、やっぱりコメントしたいことがいっぱいあるんで、先々進みたいと思いますけど、ね、20節。しかし祭司長たちと長老たちはバラバの釈放を要求してイエスを殺すよう群衆を説得した。ね、群衆はね、リーダーに盲従したんですね。前回のメッセージでも言いましたけども、フォロワーは自分の頭で考えなければ間違ったリーダーに間違って導かれます。今のクリスチャンたちも一緒ですね。面白いのはここでユダヤ人たち本当に論理的に完全に矛盾してて、ローマに反逆をした、実際にやった人を釈放してくれ、でローマにまだ反逆してない未遂の人、あ、ごめんな、逆だね、未遂の人を釈放してくれ、もう反逆罪を犯した人を、逆だね、もう反逆した人を釈放してくれ、まだ未遂の人を死刑にしろって言ってるという、全く論理的に矛盾していることを言ってるわけだね。21節、総督は彼らに言った。お前たちは2人のうちどちらを釈放してほしいのか。彼らは言った。バラバだ。22節。ピラトは彼らに言った。ではキリストと呼ばれているイエスを私はどのようにしようか。彼らは皆言った。十字架につけろ。23。ピラトは言った。あの人がどんな悪いことをしたのか、
しかし彼らはますます激しく叫び続けた。十字架につけろ、ね、あの4つの福音書にまたがってこの箇所を見ると、あのピラトが非常に動揺してくるんですね。だんだんとね、あのどんな不利な証言にもイエスがひたすら沈黙しているのを見てピラトは非常に驚いたって書いてあって、またヨハネの福音書の方ではユダヤ人たちがこいつは自分を神の子としたって言ってるのを聞いてピラトはますます恐れたって書いてある。で、あのここまで来るとね、さすがのピラトもイエス様がなんかただものじゃないってことに気づき始めるっていうかね、普通であればこの死刑囚というのは命乞いをしたり弁解をしたり泣き叫んだり、あいつらの訴えは嘘です、私は無実ですって叫ぶはずが、なぜこのイエスは静かに座っているのであろうか。非常に不思議な囚人なわけだね、イエスはね。で、あのイエス様は無実の罪をイエスユダヤ人たちから着せられているということはピラトは分かっていたんだけれども、ピラトがまだ全然気づいていないことはそれどころの話ではない。イエス様はこの時全人類の罪を背負おうとしてそこに黙って座っていたということはピラトは全く分かっていないんですね。それでもね、もしかして俺とんでもない過ちを犯してんじゃないかなっていう感覚はだんだん生まれてきてるはずなんでね。なのに最終的にピラトが民衆の圧力に屈してしまうのは、ヨハネの福音書に出てくるね、このちょっと待ってね、このユダヤ人の指導者たちのこの一言が最終的な決め手なんですね。この人を釈放するならあなたはカエサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カエサルに背いています。カエサルは、ローマ皇帝ね。つまりこれはユダヤ人たちの脅しであります。ローマ皇帝にあなたが忠誠を誓っていないって本国に告げ口するよって。で、実はピラトはこの時政治的に非常に微妙な立場に立たされていて、すごくね、あの不安があったんですね、自分の立場に。なのでこの言葉で、あ、もうダメだってなってしまったわけですね。で、それでピラトはどうするかというと、ちょっと戻りまして24節ですね。ピラトは語ることが何の役にも立たず、かえって暴動になりそうなのを見て水を取り、群衆の目の前で手を洗っていた。この人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよい。このパフォーマンスでピラトが罪を、ね、神様の前で罪を逃れられるか、無理ですね、無理です。神の子を殺すという罪を水で洗い流すのは無理ですね。その罪を洗い流せるものがもしあるとすれば、それはその神の子の血で洗うしかないんですね。このポイントね、ちょっと後でまた戻ってきますね。はい、先に進みます。すると民はまた皆答えた、その人の血は私たちや私たちの子供らの上にかかってもいいという意味ですね。私たち責任取りますって言ってるんだけど、これはこの世で最も恐ろしい一言でありますけれども、このポイントもちょっと後でまたね戻ってきたいと思いますね。はい、で、26節。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスは鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。鞭打ちの刑がどれぐらい残酷かということは次回のメッセージで話したいと思います。で、今日は、まあ、メインテキストとしてはここまでにして、このようにあのイエスは罪を負い、バラバが釈放されるということが起こった。で、先ほどちらっと言いましたけども、バラバの名前はイエスですね、同じ名前で、このニックネームのバラバという方の意味はご存知の方いますか。バラバという言葉の意味、父の子ですね、お父さんの子ですね。バルアバという2つの言葉がつながる。アバってどういう意味、アバってお父さんですね。バルっていうのは何々の子です。お父さんの子というニックネームだったんですね。
つまりお父さんの子であるイエス、それがバラバイエスなんですね。一方でイエス様は父なる神の子イエスですね。ニックネームも名前も、つまりタイトルも名前もそっくりの二人が天秤にかけられたのでありますね。お分かりのようにこのバラバは私たち一人一人の罪人の型になってます。私たちは神様によって作られているという意味で、広い意味で皆神の子ですよね。一方でイエス様は、まあそれとは次元が違いますけど、三位一体のお一人という意味で父なる神の子、罪ある神の子の身代わりに罪のない神の子が犠牲になるという、その図式で人間の救いはもたらされるのだということを、実在の人物を配置することで神は私たちに示しておられるということです。で、なのでこのバラバに私たちが自分を重ね合わせることで、そのね、私のためにイエスが身代わりになってくださったということの衝撃を想像することができる。バラバはこのままだったら彼が十字架にかかるはずだった。だけどイエスが身代わりになってくれた。これが私やあなたに起こったことであるということを、私たちはここから想像するんですね。実感をすることができる。しかしながら、ね、でね、このことが分かるほどにあなたの人生には変革が起こるんだけど、しかしながらバラバに自分を重ね合わせるというのは結構難しいんですね。というのはそれほど悪くないって大体みんな思ってるけど、ほとんどの人はね、私そこまで悪くない、十字架にかけられなきゃいけないほどって思ってるわけですね。さあ本日の話のポイントはこれだっていうふうに言いましたね。ちょっと思い出してください。思い出そう、囚人だったことを、そして今は自由の身であることを、ですよね。全ての人間は神様の目から見ると霊的な意味で死刑囚であります。囚人というのは牢獄にいて鎖につながれている、すなわち肉体的にもそして精神的にも自由がない。では人間はどのようにして霊的な意味で囚人となり、そして自由を失ってしまったのかということをまず考えなければいけません。でそれを見るためにはやはり創世記に飛ばなきゃいけなくて、まあ、創世記3章のアダムとエバのシーンをね、その箇所私よく引用するんですけど、それは聖書のエッセンスの全てがそこに凝縮してるからなんですけどね。エビが蛇にそそのかされるシーンで、神様がアダムとエバに、その木の実を食べたら必ず死ぬよって言ってたでしょ。で、しかしながら蛇は何と言いましたか。蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって、善悪を知る者となることを神は知っているのです。神は死なないって言ったの。嘘。ごめんなさい。神は死ぬって言ったの。嘘。死なないよって言ってるわけだね。でここの言葉に、まあ、前後の一連のやり取りの中にこうあるニュアンスは、いやあなた神のもとでは不自由だねと、神様厳しいこと言うねと、神様に従うっていうのは不自由だね、従わないことで自由になれるよっていうニュアンスが含まれてると思いますね。で、その言葉に応答してエヴァが、そしてアダムがこの木の実を食べてしまう。そしたらどうなったかというと、彼らは神様からこそこそ身を隠して自分が裸であることが分かった。それはすなわちありのままの姿でもはや生きることができない自分の醜さが分かってしまった。恥の感覚が生じてしまった。そして死というものに縛られてしまった。非常に不自由な姿に人間はなってしまったんですね。で神に従わないことでもっと自由になれますよというそのメッセージを今日も私たちは
世から受け取るんですね。その背後にいるのはサタンなんですけど、従うっていう言葉そのものに不自由感が漂ってるでしょ。もうクリスチャンになるとかちょっとすごい不自由そうって、多分世の中の多くの人はそういうイメージ持ってますよ。神に従わない方が自由であるという嘘を今日も多くの人が信じてしまってるんです。じゃあクリスチャンであるあなたや私はその嘘を信じていないかどうかを吟味しなければいけません。世の中の人を見てなんかあっちの方が自由なそうに見えるなって思うことない？特にね、それは嘘だ。ね、特に教会人たちでね、ずっと真面目に信仰生活を送ってきたようなタイプの人、私みたいな人はなんか一度はあんな感じでハメ外してみたいなみたいな、なんか放蕩に身を委ねてみたいなっていう、そういう欲望があることを私は告白します。罪がどうのとかそんなこと考えなくていいってなんか楽そうだなってね、なんかそういう憧れを私の肉の性質が持っている。信仰者の方がむしろ囚人っぽいんじゃないかなっていう、そういうささやきをクリスチャンも聞くんですね。その時に何が自由で何が自由でないかという、その定義がはっきり分かってないと騙されるんです。これが自由だぞっていう、その妙な錯覚を悪魔が与えてくるからですね。そこでここからちょっとね、後半の話になりますけど、後半、自由の錯覚を与えるのは何かということをね、3つ考えたいと思います。サタンがこれは自由だぞって言った時に、自由に見えるなって、でもそれは錯覚だなって気づかないと、私たちは本当に不自由になっちゃうんです。それは何なのか。1つ目、間違った救い主です。間違った救い主。バラバを考えてみたいんですけど、バラバはなんで捕まってたって言いましたっけ。暴動と殺人ね。暴動というのはローマへの反逆ですよね。すなわちイスラエルを解放する救い主に自分がなろうとしたってことなんですよ。まあ、リーダーだったか参加者だったかともかく、いずれにしても自分たちがイスラエルを救わねばならない、神の国イスラエルをこのローマ帝国から救わねばならないということが、それが反逆を犯したってことなんですよ。起こしたってことなんですよ。自分が救い主になるってことです。一方でイエス様は、私の国はこの世のものではない、つまりローマ帝国全然敵じゃないって言ったんだよね。そしてバラバ、あなたは救い主になれません、救い主ではないということなんですね。間違った敵を作り、間違った救い主を作るというのは、今日もサタンがいつも私たちに与えている2つの嘘ですね。間違った敵を作り、間違った救い主を与える。そしてさあ戦え、そうすれば自由を得られるというメッセージを私たちは受け取るんです。実生活の中で皆さんいろんな敵があると思うんですよね。自分の願っているシチュエーションが、夢がいろいろあって、それを妨げるものは全部敵ですね。それは経済的な問題かもしれないし、ウイルスかもしれないし、それ以外のいろんな健康の問題かもしれないし、人間関係かもしれない、上司かもしれないし、牧師かもしれないし、ちょ笑ってほしいんだけど、なんでそこで笑う、シーンってなったから、ギクってなった。ということでね、ね、あるいは自分自身の欠点かもしれないし、そしてそれらの敵から救うのは、時にお金かもしれない、愛しの誰々さんかもしれない、あるいは自分自身の超頑張り努力かもしれない、いろんな敵といろんな救い主を持ってるんですね。聖書はそれらは本当にはあなたの敵でも救い主でもない。あなたの敵は神からあなたを引き離す悪魔と、そしてあなた自身の罪、それが敵でありますね。で、まあ、ちなみに言うと、世の中の、まあ、宗教的な人たち、あるいは宗教家たちは、そうか、罪は敵だなっていうところまでは気づく、ね、人間の煩悩が敵だ、
というところまでは気づく人も多い。だけど救い主は相変わらず間違ってるんですね。自分で頑張って良い行いをすること、すなわち技による救いが救い主になっている。これが世の中の宗教でありますね。バラバは牢獄の中で自分が救い主になれなかったということを痛いほど実感したと思うんですよね。あなたの救い主も壊されなければならないかもしれません。そうでないと本当の救い主に気づくことができない。創世記の先ほどの箇所で、まあ、人間が罪を犯した後に人間が何をしたのか、ね、3章の7節にこう書いてますね。そこで彼らはイチジクの葉を綴り合わせて自分たちのために腰の覆いを作った、自分たちのこの醜さを隠すために自分で作ったものでそれを隠そうとした。ここに人間の技による救いが暗示されてます。そしてその後で神がその代わりに与えたものは、21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられたって書いてある。革の衣っていうのは動物の革です。すなわちこれを着せてあげるために動物の血が流されたということですね。ここに、犠牲の血が流されて提供される、その神が与える救いでなければ罪を負うことはできないという、この身代わりの、ね、犠牲による血、犠牲の血による身代わりのこの救いというものの型がすでにここに示されている。もちろんこれはやがて来るイエス様の、予表でありますね。はい、私ここでギターの演奏するときにこの iPad で写真撮った楽譜をね見て演奏してるんですけど、楽譜はもともと紙ベースのものをファイルにしてるんですね。でそれを土曜日の夜にいつもこうやってカシャってカメラで撮ってるんです。もともと全部データにしとけよって感じなんですけどまあでも今はそういう風にしてるんですよねでいつも夜撮るんですけどね、これ古い iPad だからねフラッシュライトないんですね。なので、できるだけ綺麗に明るい状態で撮ろうと思って電灯の真下に行ってこうやってね撮ろうとするんです。そうすると暗くて映らないんです。なんでだと思いますか？自分の影で暗くて映らないの。だからダメだと思ってこうやってずれて光が当たる角度までずれてそれで撮るんですね。みんな自分の人生のねピクチャーをしっかりと的を捉えて、ね、的を捉えて自分の人生をしっかりと捉えようとしてるんですね。だけど一番邪魔してるのは自分なんですね。自分が邪魔して光が入ってこないの。まず自分が横に乗いて光が差し入れられるところに乗いて自分の人生を照らしてもらった時に、そうか、的はここになかったんだ、別のものだったんだということに気づくのでありますね。はい、2つ目、はい、なんか随分感じね、はい、ありがとうございます。間違った希望ですね、自由の錯覚を与えるのは2つ目、間違った希望、これは死後についての間違った希望という意味です、ね。牢獄にいた囚人のバラバにはお先真っ暗ですね。何の希望もありません。死刑が確定している。で先ほど言ったように私たちは皆神の前に死刑囚ですよと聖書は厳しく宣言しています。ところが世の中の多くの人はそうは思ってないんですね。死後についてそこまで心配していません、ね。はい、で、ね、今ほのちゃんが出てきてみんなの視線が一気にそっちに似てるから今言ったこと聞いてた死後について世の中の人は心配してない、ね、そんなにね。心配してたらもっと必死で探求してると思います。神について、宗教とかについて。それをしないのはある程度死後について楽観視している人が多い。そうは言ってもそこまで私ひどくないからそこまで悪いところに行くはずないよねという感覚で生きてるのではありませんか。聖書はできるだけ早く創造主と出会いなさいと言ってますよね。ところがあなたは大丈夫だよという声を信じて
人は皆生きてるんですね、多くの人が。しかしそれは嘘なのであります。聖書によれば1ヶ月ぐらい前のことだったと思いますけど、あの教会で今やってる建築プロジェクトの話し合いを午後ずっとやってて、でまあ、集まれる人だけでね、なんとか話そうということで、やってたら、まあ、夕方遅くなっちゃったんだよね。で5時ぐらいになって、もう帰ってからご飯とか用意するのも大変だね、もう食べに行こうって言って、みんなでね韓国料理屋さんに食べに行ったんだねなぜここで笑いが起こったのかなぜかというと、来たその話かみたいな感じ韓国料理屋さんにね食べに行ったんですね。大人9人と子供4人でね食べに行ったんですね。で、最初にね、まあ、子供たちを先にねお腹膨らせなきゃいけないから、さっと食べれそうなもんチヂミを頼んでね、で、その時の写真がこれなんですけど、ね、この写真撮ったここが幸せのピークでしたねチヂミ出てきて美味しいねって言って、子供たち食べさせて、で大人もちょっとちらほらっとこうつまんでね、美味しい、ここ美味しいねって言ってねやってたわけですね。そしたら次がいつまで経っても出てこない大人6人のうち、あごめんなんて言ったっけ、あ大人9人じゃない、大人6人だったね、ごめんなさい、大人6人で行ったんだ。で大人6人のうち4人が石焼きビビンバを頼んで、2人はあれなんだった、なんか鍋焼きうどんみたいな、えチゲスープ、チゲスープね、そうそう、で頼んだんだね。でいつまで1時間半ぐらい待っても待っても出てこない。でようやくねチゲスープの方は一応出てきたんだね。でも石焼きビビンバ 4人分出てこない。でいくらなんでも遅すぎるとね。で、忘れられてんのかなと思ってちょっと聞いたら、すみませんちょっとね厨房に聞いてきますって言って、あと5分ですって言ったね。あよかった、一応忘れられてなかったんだと思ってね待ってたんだね。そしたらねやっぱ出てこないんだね。そしたらしばらくして、店のオーナーのおばさまがちょっと離れたところで他のお客さんにサーブしながら、すいません、石焼きビビンバ出せない石焼きビビンバごめんなさい出せないって言ったんだ。意味わかんなくて、どういうことで出せない、どういうこと、あ出せない、ナムルがね切れちゃったからナムル切れちゃったから出せない、どうするどうする、どうするどうするってそのねもうなんかこう普通ここさ申し訳ございませんでしたっていうところ、ね、こうどうするってこう全く悪びれない態度に、なんか逆にこの人すげえなみたいなこれすげえな、こう怒る気も失せて笑うしかないみたいな、ね、もうね塩沢さんとかもなんか頭抱え笑ってんだよねどうこれだけ待たせてそんなことあんのっていう。でしかもグッシーさんの目撃情報によると、ついさっきナムルの大盛りが隣の客に出されてたばっかりで、そのお客様は我々よりも後に来た客なんだね、あそこで亡くなったんじゃんみたいなさね、ひどいよね。でまあ相談してね、まあ、こっから何か頼んでも、もうさらに待つっていうのはちょっとね、何を頼んでももうちょっと無理だなっていうことで、じゃあもう結構ですって言って、で店を後にしたんですけど、結局入店してから結局ね2時間ぐらい経ってで、2時間待ってお腹ペコペコで店を去る時のその虚しさっていうか何なのこれっていう感じでしたけれどもね待ってれば必ずいつかもらえると信じて疑わなかったものが、蓋を開けるとありませんです、すいませんごめん ないですって言われるというね。通常は注文を取るということが約束になってるわけですよ。約束できないものは注文取っちゃダメです、それできませんっていう、注文取って待たせてねできませんはないんですけど、人間の約束っていうのは、ね、人間の約束っていうのは所詮この程度でありますね、うん、あなたの死後について安易な約束をする人は誰ですか。無責任な死後の約束する人は誰ですか。それはあなたの生まれ育った環境で聞いてきたいろんな考え、親であるとかどっかの宗教家であるとか世の中の常識であるとか文化であるとか、
いろんなものがあなたの死後大丈夫だよって何か言って、それを信じてるかもしれないけども、それが本当に信用できるってどうしてわかるんですか。確かな保証を持って約束してくださる方に永遠の運命を委ねてください。じゃあイエス様がその方だということはどうしてわかるのか。それはイエス様がすでに代価を支払ってくださったからですね。代価をすでに支払った、注文を受けただけではない、あなたどうしたいだけではない、もう払いましたよ。1000円や2000円の代価ではありません。十字架で命を捨てるという代価を払ってそれを用意してくださった。そこまでして用意してくれたプレゼント、すいません出せませんでしたって言うはずないのでありますね。その方に私たちの本物の希望がある。そして死後に本物の希望があればあなたは生きている間より自由になれるんですね。はい、それは2つ目。さあ先を急ぎますけども、自由の錯覚を与えるのは3つ目ね、間違った罪の認識。間違った罪の認識。あの獄中のバラバはですね、まあ罪の言い逃れっていうのはもうできないですね。あの悔い改めたかどうか分かんないけど、書いてないから。でもなぜ死刑になるのかっていう理由はまあ分かってる、はっきり分かってる。だけど、バラバではなくて今日の箇所に罪の認識が極めて甘かった人たちが出てくるんですね。罪の認識を甘くする2つのやり方があります。1つは責任転嫁、もう1つは罪の矮小化でありますね。さっきのマタイの27にねこの言葉ありましたね。ピラトは水を取り群衆の目の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない、お前たちで始末するがよいって言いましたね。ピラトはイエス様にあなたを釈放する権威も十字架につける権威も私はあるんだよっていうふうに言ってたんだけど、つまり自分がその采配を握ってるというね、その権力を握ってるということははっきり分かってる。自己保身のために罪のない人を死刑にしておきながら、いやーこれもやっぱ仕方ないんだよ、だって私のせいじゃなくてあいつらのせいということにしてっていうのは、これは残念ながら通用しない責任転嫁。もう一つは何て言いました、罪の矮小化ですね。つまりあの小さく捉えることです。矮小化っていうのはね、そのこの典型的なのが、はい、すると民は皆答えた、その人の血は私たちや私たちの子供らの上にかかってもいいです。神の子を殺すというこの罪がどれほど恐ろしいかということを全く認識せずに、あ、いいですよ責任取りますよって安易に言ってしまっている彼ら、これは恐ろしいですね。これは恐ろしいです。そしてその言葉の通りに、このあと約40年後、まあ、ぴったり40年後だね、の紀元70年にローマ軍がエルサレムに侵攻してきて、ユダヤ人は世界中に離散してしまう。これが彼らに対する神の裁きであるということが聖書に書かれていますね。まあ予言されています、聖書の中で。で、ね、でこのように、まあ、罪というものに関して間違った認識を持つと、ね、なんか自由な感じがするわけで、ね、あの責任転嫁という言葉で言えば、という部分で言えば、最初に人間が責任転嫁をしたのは、また創世記の場面に戻らなければいけませんね。木の実を食べた後、神様がアダムに、あなたは何ということをしたのかって言った時に、アダムは何と言いましたっけ。こう言ったんですね。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったって言って、この女が、ね、あの木から取って私にくれたので私は食べたのです。ちょっと前までアダムは、この人は私の肉の肉、骨の骨、私の一部だ、あの女が悪い、そしてそもそもあの女を私に与えたあなたが悪い、神様、神様とあの女が悪い、責任転嫁、ね、ここに夫婦の関係の崩壊があります。
大抵の夫婦はこういう形で崩壊していきますね。ここに夫婦の崩壊がありますね。で、今日も、私たちは、あなたはそんなに悪くないとか、いやいや、あなたの責任は別のとこにあるんだよという、そういうやり方で、その声を受け入れて、罪悪感から自由になろうとします。けれども、真の自由というものはそこにはない。真の自由は罪をありのまま認めて救い主に頼るところに自由がありますね。もう一回今日の3つのポイントをね見ていただきたいんですけど、自由の錯覚を与える間違った救い主、そして希望、そして罪の認識、これらがおかしいっていうことに気づかないので、私は元囚人であったが今はそうではないということが分からなくなってしまう。これが分かると、そうだ、昔はこれ分かんなかったな、だけど今は私がこれが分かる、ここにクリスチャンの喜びと原動力があるのでありますね。さあ、もう終わりたいんですけども、最後にねちょっとねどうしても追加したい、シェアしたいことがあって、これ聖書の箇所でね、エペソ人なんですけど、なぜ、ね、ではなぜ、ではなぜイエスはこんな私のために身代わりになってくださったのかという問いの答えは、まあ、いろんな角度からいろんな答えができるんですけど、その一つの言い方、一つの答えはエペソ人の5章に書いてあって、一言で言えばイエス様が花嫁を得るためでした。というのが、5章の、ね、24から27をちょっと見ていただきたいんですが、この箇所はね、結婚カウンセリングで、まあ、最近も私あるカップルの結婚カウンセリングでこの説明をして、自分で説明しながらこれ本当すげえなって思ったので、ちょっとぜひシェアしたいんですね。でこの箇所はね、結婚カウンセリング必ず出てくるシーンなんですけど、箇所なんですけど、妻と夫に対する勧告が書かれているシーンですよね。で、ちょっと一部分だけ抜粋してますけど、教会がキリストに従うように妻も全てにおいて夫に従いなさい、ね、妻の皆さんいいね、アーメンもう亮さんが力強くアーメンと言いました出てこないよ、出てこない、誰だろ配信でバットボタン行くね。で、聖書ではキリストと教会、すなわち私たちクリスチャンの関係が夫と妻の関係ですっていうふうに言ってるんですね。で、私たちクリスチャンがキリストに従うように妻も夫に従いなさいって言ってんだけど、まあ。ね、女性には人気のない箇所かもしれませんね。従うっていうのは、先ほどからずっと言ってるように、従うっていうのはいかにも不自由だっていうイメージがあるからです。で、まあ、ここで言ってる従うっていうのはね、いわゆる昔の日本みたいにこう、ただ妻は無言で何でも夫の言いなりになれっていう、そういうニュアンスではないんですけど、でもいずれにしても、まあ、そういう話はまたいずれ解説しますけど、いずれにしてもでもちょっと不公平だなって、ちょっと妻に対する要求が厳しいなって思うかもしれないんですが、そうではないんですね。なぜかというと、実は夫に対する要求の方がはるかに厳しいのだということが次の箇所でわかるんです。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。つまり、今度は女性からアーメン今度はアーメンつまりイエス様が私たちのために死んだように、夫は妻のために死ねって言って書いてあるんですね。命を捨てろって。だから妻が夫に従いなさいっていうのは、その前提としてまず夫が命がけで妻を愛していることがまず前提にあるんですね。で、世の夫たちは、いやいや聖書に従えって書いてあるから従えよって妻に言ってるとしたら、まず自分が日々妻のために死んでいるかどうかをまず吟味しなきゃいけないですね。
ドキドキドキ、自分もちょっとあそこに妻の視線があるからドキドキ しますけどね。で、じゃあね、キリストがなぜそうしたのかというその説明が次なんですね。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。これ結婚式のイメージなんです。花嫁が純白のウェディングドレスを着て何のシミも汚れもない姿でこの夫の前に立つ、その花嫁を汚れのない姿で自分の前に立たせるために、キリストはまずその花嫁となる、その自分の妻となる人の罪を自ら背負って死なれたのですって書いてあるけど、あのね、さっきから創世記の話してますけど、これがさっきから言ってるその創世記の全く逆のパターンだということに最後にちょっと気づいてほしいんですよ。あのちょっとそれをチャートにしてみましたけど、創世記ではね、悪魔があなた不自由だっていう嘘を投げてきた、それを信じて人間は不従順になり、つまり従わない選択をしてしまった、その結果人間は責任転嫁という性質を得てしまったんですね、罪の性質をね。ところがイエス様はこの責任転嫁の逆、すなわち身代わりの死、責任転嫁っていうのは私の罪をお前に背負わせるでしょ、うん、イエス様は私は罪はないがあなたの罪を私が受けよう、これ責任転嫁のまるっきり逆じゃないですか。この逆をイエス様はされたんですね。その結果私たちから自発的な従順を引き出すんですね。強制されてではない、喜んでこの方に従いたいという従順を引き出すんですね。その結果私たちが真の自由を取り戻すという、そういう逆の流れをイエス様は作ってくださったんですよ。じゃあなぜそこに真の自由があると言えるのかというと、ね、人間は本当に人間が心の底から願っていることは誰かに命がけで愛してもらうことと、誰かを命がけで愛せるようになることをこそ願っているからです。好き勝手に何でもできることが自由なのではなくて、喜んでこの方のためだったら自分を犠牲にできるということの中に最大の自由があるんですね。この革命を受け取るときに何が起こるかというと、人生には相変わらずね、いろんな牢獄があり、いろんな鎖がありね、いろんな敵がいて、いろんな制約がある。それは変わらない。だけどそのただ中でもっと大きな目に見えない世界で起こった真の解放が私に迫っているので、それが目で見えている、目に見える世界のこの厳しい現実を凌駕する、圧倒していくことで、その何も変わらない現実であったとしても、そのただ中であなたがすでに自由を得ていくことができる。それがイエスのもたらす変革ですね、はい、じゃあお願いします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは私たちの身代わりになってくださいました。ここに私たちをこの囚人の状態から解放する驚くべき革命があります。どうぞあなたを信じた私たちがそれを本当に自分のものとすることができ、どこから自分が救われて、そして今はどうなったのかというこの真理をしっかりと受け止めることで、ますます喜んであなたに仕えていくことができるようになりますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金は
こちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。